ゼネラルエクスプレス南相馬鹿島 SS、カラスマ SS、当年ゼネラル石油株式会社は、かつて石油製品の生成、販売、石油化学製品の製造、販売を主に言っていた企業である。2000年7月に当年とゼネラル石油が合併して、発足した。この合併は、それぞれの大株主であったエクソンと、モービルが前年に合併資料社の持ち株の過半数を、 持ったことを契機として行われた。2017年4月に JX エネルギーと合併し、JXTG エネルギー株式会社となった。エクソンモービルと提携する企業で、原油の輸入から、生成、販売までを手掛けた。ガソリンスタンドは、エッソ、モービル、ゼネラルの3ブランドで展開していた。主取引口は三井住友銀行で、その他の取引口は、 三菱東京 UFJ 銀行、三井住友信託銀行、水穂銀行であった。石油事業に次ぐ、中核事業である石油化学事業では、ベンゼンキシレントルエンなどの方向属製品を生産していた。また、エチレンプロピレンなどのウレフィン類の原料となるナフサは、グループの東年化学に販売された。なお、東年ゼネラル石油及び、 当年化学の石油化学製品は、エクソンモービルを通じて、需要化に販売されていた。日本国内に4つの製油所を有していた。もともと外資であった影響により、効率的な経営と配当成功が高いことでも有名であった。1998年の消防法改正により、セルフサービスステーションが解禁されたことを受け、エクスプレスブランドでセルフ給油所を展開していた。 2015年12月に JX グループとの経営統合に合意し、2016年8月31日に JX ホールディングスとの経営統合契約を締結。経営統合は2017年4月1日に JX ホールディングスが当年ゼネラル石油の株主と株式交換を行い、JXTG ホールディングスとなった上で当年ゼネラル石油自体は JX エネルギーと合併して消滅し、JX エネルギーの社名を JXTG エネルギーに変更することにより行われた。JXTGHD の副社長に就任した、武藤淳は、旧、ゼネラル石油出身。JXTG エネルギーの副社長に就任した、広瀬隆氏は、旧、モービル石油出身である。ゼネラル石油のロゴゼネラル石油生成。 キグナス石油生成当年ゼネラルグループは2014年12月末、現在、連結し、会社9社、及び、持ち分法適用関連会社5社で構成されている。ありがとうございます。